久保さん矢沢永吉80億騙されるとか会したでしょうか矢沢永吉さん知ってる方は知ってるかもしれないですけど過去にね80億円ぐらい騙されてでなんかねこれ返せるのか返せないのかとなんか相談したらしいんですけど、まあ、頑張ればなんとかなるかもしれませんじゃあやるぞみたいな <laughs> 80億完済したってすごないですかやっぱ矢沢永吉すごいなと思うんですけど80億返済していくって 利子は80億の利子って半端ないですよね多分ねつまりまあ多分まあ矢沢さんって多分まあその80億の返済もあるから生涯で300億ぐらい稼いだかもしれないですねまだ死んでないですけどなんで多分300億ぐらい稼いぐんじゃないですかねすごいですね同じ人間なのに何なんでしょうね同じ人間なんだけど ね、矢沢さんは80億騙されて返してくうみたいなねで片っぽではまあ数百万騙されましたみたいな話で80億と数百万のこの差って何なんだろうみたいなねでもこの話をするとそれは A ちゃんだから矢沢永吉だからできたんでしょう果たしてそうでしょうか80億矢沢永吉だから返せたんでしょうかまあそうなんですよね多分 そうなんだけども。でも、人じゃないですか。同じ人間じゃないですか。でか矢沢永吉さんが、なんか、目が3つあんのか、口が10個あんのか、手が100個あんのかっていう、まあ、普通じゃないですか。人間としては。その差って何なんでしょうね。その差って何なんでしょうか。いってらっしゃい。